発表したくて仕方がないみたいな感じじゃない、どういった賞をいただいたんでしょうか、こちらの建物。こちらは2020年のグッドデザイン賞を受賞しました。なるほど、グッドデザイン賞をいただいている。ここは本屋さんっていうことでいいんですよね。はい、こちらは80人で運営する小さな本屋さんというコンセプトでやっているちょっと変わった本屋さんなんです、出店料として1月4000円いただいているという仕組みになってまして、1月4000円で平成ジャンプのカレンダーとかここにうちに読んでない本あるから田中って売りてえなぜひぜひ。あ、もうなんか書いてあるよ。ピエンの掲示板、バスに乗り遅れた、行こうと思ったお店が休みだった。ここにお題を書いた掲示板になってるんだね。これ駅員さんの2人がこう、松本さんは塩川さんを紹介して、塩川さんが松本さんを紹介してるんだ。見て、最近ハマっていることやマイブームは関西ジャニーズジュニア、なにわ男子か、ピエンの掲示板に書いてこよう。ちょっと松本さん、はい、関西ジャニーズジュニアハマってるってどういうことですか。すごい若くて、はい、面白くて。誰が好きなの、関西ジャニーズジュニアで。大橋和也くん。大橋くんだってね、出てるもんね。しっかり若い目潰しときます。怖い怖い。平成ジャンプもよろしくお願いいたします、はい、頑張ります。頑張りますって言われちゃった。はい、都内で見るシェアオフィスとはまたちょっと違う。あ、そうですね、はい、雰囲気ですよね。もう冬だから焚き火で温まるの最高だね。でももっと温かいの知ってる？それは君を思う僕の気持ち。熱すぎてやけどすんなよ。だから何やらせてんだよ。だからずっと子供めちゃめちゃ見てるのよ。子供見てる前で俺に何やらせてんだよ。よくわかんないカンペ持ってきてさ、ほらこれ。これ何なんだよ、誰が考えてんだよ。これ YouTube 特別編らしいです。よかったら明日の井の頭も見てください。真面目にやってるんで。